了解。安室奈美男です。安室奈美男のタコナピペアチャンネルへようこそ。私、ミスイズ安室奈美男です。こちらのチャンネルでは、私、ミスイズ安室奈美男が高濃度のアルコール飲料を摂取しつつ、ひたすらにアニメを見て、時に笑い、時に涙する、そんな動画配信チャンネルとなっております。今回は、色づく世界の明日からの第3話を見ていこうかなと思います。本日は、先日のね、タコナキ忘年会で飲みきれなかったジンビームハイボールの提供でしております。前回の色づく世界の明日から第2話、あらすじなんだけど、なんかそうね、ほら、主人公の、なのか、なんだけど、なんか、未来から、タイムスリップの魔法、なんか、おばあちゃんに、タイムスリップの魔法をかけられて、おばあちゃんの高校時代の世界に、60年前の世界に、来たんだけど、まあ、60年前って言っても、ある意味、ほぼ現代みたいな。彼女はもともとすごい未来からやってきて、まあ、60年後の未来からやってきて、まあ、ある意味現代に送られてきたと。で、この世界ではその魔法が使える魔法使いがいるんだけど、まあ、ある意味なんか現実世界に溶け込んで生活してて魔法使い自身が。で、自分の魔法を詰め込んだ、アイテムみたいなのを魔法屋さんみたいなところで出たりして、結構なんかその一般人にも魔法という概念が結構浸透しているらしく、でその魔法使いの血筋の主人公のひとみちゃんが、まあ、幼い頃にその現実世界の色がすごい全く感じられなくなって、もう本当白黒の世界にいる感じになって、まあ何が原因なのかちょっとわかんないんだけど、でその60年前の世界にいたら、そのおばあちゃんの同級生っていいのかな、なんか写真部というか美術部の少年に出会うんだが、その子が描いた絵を見たら、なんかその自分の世界に色がもうちょっとなんか復活しちゃって、で、なんかその世界をもう一度見るたいためにやってる、この色づく世界を取り戻すために、まあ、この過去にタイムスリップしてきた感じなのかな。で、なんか一応魔法使いの家系なんだけど、全然魔法は本人、そんな魔法使いというこの自体にそんな興味がないらしく、まあ、結構嫌悪してるタイプで魔法というものを、まあ、全然魔法の練習なんてしてなかったんだけど、まあ、唯一使える魔法を見せたけど、やっぱりなんかそんな大したことできなくて、みたいな。で、自分が魔法使いだっていうのを、なんか学校の生徒の前で証明するために使うんだけど、まあなんか全然うまいこといかず、みたいな。で、なんか結局、なんだろうな、その自分に色を取り戻すためのキーワードというか、キーキャラクターというのが、その、術部の少年、青井優斗だっけ？青井優斗？青井優斗か。青井優斗くんの描いた絵を、に何か秘密があるんじゃないかみたいな感じで、ちょっと近づく感じ。まあ、とりあえずそれで、第3話。見ていこうかなと思います。まあ結構なんか割と久々に見るんで長々とあらすじを説明したんだけど、まあ、とりあえず過去というか未来から来たひとみちゃんがどうやってその自分の世界に色を取り戻していくのかっていう話かな。はい、ということで第3話、ノーレインノーレインボーという回ですね。見ていこうかなと思います。こちらは D アニメとかじゃなくて Amazon プライムで配信されてるので。もしよろしければ Amazon プライムの方でご一緒に再生していただければ楽しいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、画面のレイアウトとかちょっと変えてみたんだけど、
なのでしょうか。まあ、こんな感じで、レビューも出してます。はい。よろしければ、5秒カウントで再生して、準備の方よろしいでしょうか。はい、カウント5秒前、4、3、2、1、スタート。まあ、60年後の未来じゃもう、そんな教室、ってか学校に教科書持っていかないよね。タブレットだろうね。遥かと美雪だっけ？オープニング。めっちゃいい曲だな。イエワックス、ありがとう。そりゃそうだよね、根本的な問題が。すごい。俳句っぽい。キッチンで魔法を作るんだ。そう、この星砂ってのが魔法アイテムみたいな。魔法使いが出る。言霊ってやっぱ大事なんだね、魔法も。ほぼっきー。お。
キーが魔法の杖代わりになってるのか。フェイトの絵だけやっぱ色が見える。全然わかんないんだろ。ああ、名前がついてると色の概念っていうのはわかるのかな。でもどうなんだろう、見たことないものはわからないよね。赤って言われてもさ。赤っていうのが赤ってなんだろうっていう、すごい哲学的な話になっちゃうけど。あ、でもなんか、あ、でもこれはこれでありだよね。面白い。確かに確かに。ゾンビやん。水上の美少女？
しさや、わかる、ありありあり、ある意味ね、スマホとかでも、でもね、やっぱコンデジ、しいよね。一眼レフ。ははは、時代。なんだなんだなんだ。あ、そうね。いや、モデルは誰だったの？もともと。少女、美少女。お前かい。わかる。なんだなんだ、スモークマシンか。あ、やっぱスモークマシンだ。あ、そっかそっか。ああ。そっか。色がわかんないから間違えて。何を使うの？あ、そっか。もしかして体を浮かせる星砂を使う予定だったのに？この星砂は、あ、浮いてる。
あ、すごいすごいすごい。え？もともとの効果は何だったんだろう。浮いてるじゃん。ピンクだよね。ああ、やっぱ自分の力で歩けてたのかな。ああ、で、今の一言で現実に帰っちゃったのか。かわいい。疲れたか。そらそうだな。かわいそうだな。あ、逃げた。完全に心閉ざしちゃったな。
るほど。自分に魔法をかけたのか。あ、虹だ。もしかして、いやー、なぬ、いやー、なぎなぎ。おばあちゃんはやめて。はい。はい。色づく世界の明日から第3話でした。いやー、まあ、新入部員、まあ、入ったね。まあ、入んなきゃダメなんだろうけど、はい。ストーリー的にはね。いや、まあ、彼女が白黒の世界に来てるのが、まあ、ゆいバレちゃって、バレちゃったというか、まあ、疲れて。そうですね、次回予告というかラストでついにおばあちゃんが、おばあちゃんって言っていいのかな、白琥珀、まあ、60年前のおばあちゃんが同い年なんだね。となるともういよいよ来週というか次回
登場するんじゃないか。おばあちゃんはやめてって言ってた。ああ、人がない世界に行ってるっていうのは、本当、それは自分たちは、してか俺らには想像できない。まあ、そう。困ることだらけだし。実際そういう人もいるんだろうけど。まあ、それをどうやって、まあ、いやそんで魔法の力で取り戻せるのかって、やっぱなんかあの、ほら、ポッキーとかってなんか自分、魔法をかけてたような感じで、自分を続けるために、自分自身に魔法をかけたような演出があったけど、まあ、そういう、本来の魔法ってやっぱそういう使い方をするもんなのかもしれないけど、あの、なんだ、水色じゃない、水色の、星座じゃなくてピンクの星座使っちゃったけど、やっぱ自己暗示というか、そういうこれでこれが化するやつだって言っちゃった自己暗示が瞳の中にかかってて、まあ実際にプールに行くこともできたし、なんか空から雪まで降ってたってみたいな、まああの星座自体が雪を降らせる砂だったのかもしれないけど、まあやっぱ魔法ってある意味こう自己暗示みたいなものなのかもしれないね。ってことはもしかしたらその自分が白黒の世界とか、まあ色が消えてしまったっていうのも、もしかしたら幼少の頃に自ら自己暗示みたいな感じで色を消してしまったのかもしれないし、まあちょっとその辺はおいおいどんどん話します。それで分かっていくかもしれないです。はい、あくまで私の予想です。はい、ってことで、色づく世界の明日から第3話でした。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。